今回は、打撃のトップの位置だったり、間を取るところから、はい、ステップ、はい、というところまで、はい、ベンちゃんに教えてもらいましょう。はい、はい、分かりました。はい、まあ、よくトップっていう言葉を耳にすることが多いと思います、うん、で結局、まあ、そのトップの位置っていうのは最終的に打ちに行く中で一番思いっきり一番引いた状態ですよね。張った状態、グリップが一番、投手方向から離れた状態の位置がトップの位置ですね。これがトップの位置、いわゆるトップの位置と言われます。簡単な言い方をすると、深い位置にしっかり入れていると、やはりこの位置からインパクトゾーンにグリップが出ていくんですけど、ここでスピードがしっかり出せるトップの位置っていうのはすごく大事だと思ってます。まあ、よくいろんな言い方によってはこのグリップの位置が近ければすごくコンタクトしやすいっていう言い方、される方もいたりすると思うんですけども、まあ、僕の考え方は逆にこのトップが深ければ深いほど、このグリップの位置から振っていくこの距離が長くなる分、スピードは出しやすいと思うんですね。このバットを振る上での、まあ、助走距離ですよね。トップの位置が深いってことはこの助走距離が長くなるんで、その分遠心力っていうのは効きやすくなるんで、僕は遠くに飛ばす意味での、大事なところっていうのはこのトップの位置が深く作れるかどうかで、なおかつこのトップの位置が深いことによって打ちに行きながらここの距離があるんで、打ちに行きながらボールがだった時に止められる。逆に言うとこのトップの位置が浅いとここの距離が短いんでもう止まらないということが、あるとは思います。なのでいかにしてトップの位置を深く持ってくれるかっていうのがすごく大事です。そのトップの位置を深く持っていくためにはグリップ、前回でも話したんですけども、構えた位置からよりも打つときには上がってこなきゃダメなんですね。これなぜかと言ったらバットも重いですよね、うん、重いんでやはり振っていく中でこのヘッドを前方向前方に振っていこうと思ったらこの位置が高い方が力は出やすいです。体ってのはこれが低いとここのトップインパクトゾーンに持っていくときに下からすくっていくっていうのはすごく力が出にくいんですね、うん、でそういった意味では構えた位置からトップの位置というのは必ず1ミリでもいい、5ミリでもいいです、うん、何ミリでもいいんでちょっとでもやっぱ上がってくる、これが基本の動きだと思います、うん、遠いところでね、遠いところで下から上っていうのがこれが基本の動きですね、うん、一番ダメなのが上から下、うん、流れこう構えてて打つ時のトップの位置がここってのが一番ダメな流れですね、うん、でなおかつこう下から持っていこうと思ったらやっぱり スピードが出にくいんで、グリップからヘッドが、インパクトゾーンインパクトのところに来るのに時間がかかります。ここからってのはトップの位置が高い方が早くスピードを出せて、なおかつヘッドが、インパクトのところまで早く出てこれるんで、下から上ってのがトップの位置の基本です。そこから、まあ、間もあってステップもあってっていうのはこれは、まあ今一つ一つ区切ってますけども、ここも必ず 連動してくるところですね、うん、で、まあ構えた位置から深いトップを作るためには何をしなきゃいけないかって言ったら、まあ、ちょっと難しくなるんですけども、結構多いのが手と足が一緒に下がる選手、こういう選手というのはすごく多いですね。で僕もそうだったんですけども、こういう選手っていうのは間を作るのがすごく難しくなります。なぜかというと手と足が一緒にこう動くんで打ちに行くときに一緒に出やすいんですね、手と足が。なるほど、同じに出たら同じに出やすいです。なのでこのトップの位置っていうのが浅くなりやすい。ただやってほしいのが、まあ、
足と一緒に手が上がる選手というのは足をステップしていくときというのはこのグリップがついていかないように気をつけてください。上がって足だけ降りる、上がって足だけ降りる。そうするとこの手の位置と左足のこのつま先、ここの距離がすごく遠くなりますね。そうすることによって深いトップの位置で、本当は体の動きとして理想なのがキャッチボールの真似をしてもらえるとすごく簡単にできます。キャッチボール、キャッチボール、まあこのバットがグローブなのかバットなのかの違いで構えます。でボールを投げるときっていうのは足を上げて投げるときっていうのはこうなりますよね。これが簡単に言ったらトップの位置なんですよね。ここにバットがこうついてくるんで、この形、ボールを投げるイメージ、こうなりますよね。これがあの理想的なトップの位置で、みんなキャッチボールするときは割りができるんですね。まあ、割りっていうのは手と足が反対の動きをしてた時っていうのが、これが割りの動きです。これを作るのがすごくバットを持つとすごく難しくなるんですけど、なぜかといったらキャッチボールの時はグローブと手が離れて反対の動きができますよね。手と手が両方2つ使えるんで割りの動きができるんですけど、バットは手がひっつくんで手がい、なんて言うんですよ、一つの動きしかできないですね。なのでその時に持ってもらってキャッチボールするイメージで反対の動き、足を上げたら手は後ろだけど足が前、反対の動きですね。これが理想的なトップの位置なので、まあ先ほど言ったように手と足がどうしても上がってしまう選手っていうのはなるべくこのステップしに行くときに手の位置が後ろ残るように、ここの位置からスイングを始める。多いのが上げたら一緒に出てここからスイングが始まるということは、グリップの位置がここからスイングするのとこの位置からスイングするんだったら、全然スピードも変わりますしボール球も振らなくなります。で今言ったように、理想のトップの位置を作るにはキャッチボールのこの形をイメージしてください。そうすると反対の動き、割りができますね、うん、だから、まあ、結局これも全部連動してるんですけど、間もできる、うん、割りもできる、うん、でしっかり深いトップの位置にも入れる、うん、だから反対の動きをするっていうのがすごくバッティングの中で難しいことなんで、グローブ持ってるよね、グローブと手は離れますよね。離れるけどバットはもう一本だもんね、はい、ここで一緒にひっついてきちゃうんで、うんうんうん、反対のこの動きが上でできないんですね、うん、なので多分少年野球ですごく多いのが、うん、やっぱり足と手が同時に出ていく、うん、こういうスイングですね、うん、こうやってスイングしてしまう子がすごく多いんで、確かに多い、うん、なのでやっぱりしっかりステップ踏んでから振るっていうのはすごく大事だと思います。なるほど。じゃあそのステップ、はい、はどのぐらいの幅が、はい、まあプロ野球でもすごくいろんな選手いますよね。いますね。ステップ幅が狭い選手、広い選手で、まあ理想と言ったらやはりしっかりこう自分のバランスよく回転できるところっていうのがやっぱり理想なんで、まあ僕が一番理想としてのはやはり肩幅よりも少し広いぐらいが一番回転しやすいのかなとは思ってます。ただそうですね、 DeNA の宮崎選手なんかはこう構えた状態からステップはもうほとんど肩幅ぐらいです。すごく狭いです。だから逆にあのステップ幅で、あのステップ幅が狭いとどうしてもこうなんていうんでしょう、上下運動してしまいやすいんですよね、ブレやすい。でただ逆にメリットは足のステップ幅が狭いほど
回転の力は強いですよね、うん、なんで回転はしやすい、ヘッドスピードを上げやすいっていうのは利点としてはあります。ただなかなか、ステップを肩幅ぐらいで振るっていうのは難しい技術が必要だと思うんで、まあオーソドックスではないですね。難しいよね。難しいと思います。俺も広かったから。しかし肩幅のステップで、まあ、足上げるしね、彼はね。足上げてここに戻すんだもんね、はあ、こうしててここにつけますね。すごいな、はい、まあ、今度試合で見てもらうと、ああ狭いってこうなると思います。なるほど、はあ、逆に広い選手は、まあ、多分坂本選手、巨人の坂本勇人選手なんかは、まあ、構えた位置でも結構広いですよね、うん、あ、広いね。広い、構えた位置から広くて、なおかつこうしっかりステップ踏んでいきますよね、うん、だから、まあ、ブレーキの選手の中でもステップアップは広い方なのが坂本選手ですよね、うん、で、まあ、広いメリットっていうのはやはりこう 今のこの狭い反対ですよね、うん、この上下動っていうのはやはり広かったら安定はしますよね。それ以上いけないもんね。それ以上いけなくなるんで、うんうん、ただその分回転っていうのはすごく、うん、まあ、よっぽど筋力があって柔らかさもあってっていう選手であればしっかり回っていけると思うんですけども、まあ、これも逆に言うとちょっとノーマルなタイプではないんで、まあ、やはり特に小学生中学生あたりの選手っていうのは、まあ、やはり肩幅よりもちょっと広めぐらいで回転がしやすい、なおかつこうバランスが取りやすい、まあ、選手それぞれあると思うんですけども、そのついた時にバランスのいいところってのを見つけてもらってステップ踏むっていうのがいいんじゃないかな、ステップ幅っていうのは、うん、確かにと思います。まあね、プロまで行った選手も狭い、はい、広いいっぱいいるんでね、はい、子どもたちも、まあ、なかなか真似するって言ってもね、はい、なかなか難しいと思うんですけど、まあ、やっぱり肩幅から一足分ぐらいですかね。そうですね、大体基本って言ったらなんかね難しいですね。難しい、基本の形、基本があって基本がないですからね、うん、だよね、バッティングは、うん、まあ、ただやはりいかにノーマルが、まあ、そこから入ってやっぱりちょっと狭い方が合うなとか、うん、やっぱ広い方が合うなっていうのはやっぱりそれぞれの感性ですよね。そうですね、構えの時もそうだけど、やっぱりそういうものを自分で見つけていくっていうのはすごい、見つけるっていうのは大事だと思う、ね、大事ですよね。だから一番ダメなのはやはりこうしろああしろっていうのがやっぱり子供たちにとってもいやちょっと違うんだけどなっていうのがあると思うんで、うんうんうん、まあやはり基本のところ、基本というか、まあ、ノーマルのところっていうのはこういうところだよ、うん、ただ自分でどうなんだっていうのをやはり見つけていくっていうのはすごく大事なことじゃないかなと思いますね、うん、確かに、はい、こうやれっていうのはね、これってなかなかね、はい、うん、その子供の感覚にはやっぱり指導者ってなれないんで、うんうん、そういうものは逆に感性っていうのはすごく大事にしてもらいたいなと思いますね、うん、逆に指導者の方なんか、はい、今言ったことをちゃんと頭入れて子供たちに指導したらいいよね、はい、じゃあなんで広いとダメなんですかみたいなね、はい、あ、そうですね、理由が、はい、ね、言えると、あ、で結構理由を説明してあげるっていうのはすごく大事だと思うんで、大事だよね、はい、うん、そういう意味でもすごい、また私も勉強になりましたけど、いいと思います、はいはいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回のテーマはスイングからフォローということになります。ご視聴いただきありがとうございました。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、チャンネル登録お願いします。